株式会社住田と申します。私たちも無段階で機械式に長さを調整するという機構を作ってます。杖があったりとか、それから自転車のサドルで、今までネジで締めなくちゃいけなかったものがワンタッチで調整できるというところに私どもの特徴があります。ステッキは中に特殊なロック装置、自動で長さを固定するという機構が入っています。でそうすることで誰でも安全に確実に調整できる。で、まあ、軽量なためにステッキとか持ち歩くものでも使いやすいというところが特徴です。自転車も筒を調整するときにはネジが硬くて緩め取ることができない。それから何遍も同じところに締めてしまうとそこから動かないということがよくあるんですけども、私どもは観光用とかシェアリングとかって毎回違う人が作る。外国人から小柄な女性まで毎回調整できるところでワンタッチでできるというところが特徴です。普通アームレストは背もたれに固定して背もたれと一緒に動くということが多くて高さもそれで変わらない。そうではなくて私どもの下からジュッと無段階で上がってきますので、ボタンを押せば上下にできる。乗り込むときは下げて、使うときに上げる。リクライニングによって自由に調整できるというところが特徴です。通常スーツケースというと引っ張って歩くところがイメージが強いんですけども、それだとまあ交通する人に邪魔になったり、段差で引っかかって転倒するということがよくあります。それだったら前に押すことで安定して高齢者でも歩ける。そうすることで今まで少しの範囲しか歩けなかったものが広い範囲を買い物に行ったり小旅行に行ってというところで家族みんなで使えるというようなバッグを提供しています。私どもロック装置は世界的にも私どもしかないロック装置ということは、特許とかで分かってますので、ぜひ今国内だけしかないんですけども、海外の販売店、それからものづくりの方でも海外でも作れるというところを発展させていきたいので、ぜひそういう協力してくる方と一緒にやりたいなと思っています。